あ、こんにちは。島ヶ原観光振興会の会長、山重と言います。また、正月堂の責任役にもしております。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。さて、今回ご案内いただきますのは、どういった催しといいますか。はい。官房大臣、正月堂の主将へとしまして、はい、官房大臣は俗に正月堂と称しまして、うん、天平正保3年に奈良東大寺の寺中歌唱により、開基されたと伝えられている古刹の一つであります、はい、またその本寺におきまして重要文化財は本尊の十一面観音十堂、はい、また本堂と楼門3つが重要文化財に指定されております。その中で行われる、はい、儀式が主将会という2月11日と12日に行われる行事でございます、はい、なるほど。で、この歴史は非常になんか長いというお話ですけれども、はい、11日に行われる内容はどういった内容なんでしょうか。はい、2月11日に行われる内容でございますが、11日は午後2時ごろから練り込みといって、うん、約20キロほどの大きなお餅を担いで、はい、珍奇な鬼頭、まあ、祈祷というんですけども、はい、それとか桜の枝に餅をつけた成り花、そういう飾った花などを節句餅と言います。すべての道具も節句餅と言いますが、はい、それを7つの塔屋さんが江藤江藤という掛け声、規制をかけながら、本堂に向かってお空に上がるわけです。はー、その見どころと言いますとどういったところが。見どころはもうその、切って鬼の面の就労の皮で作った鬼の面を持って、はい、大きな3メートルほどの成り花に餅をつけたのを持って練り込んでくるわけですが、それがもう勇ましく勇壮な腹っぽい練り込みでございます。へえ、ね、そうなんですね。で、翌12日に行われるのはどういった内容なんでしょうか。12日でございますが、まあ、本堂の中で行われる行事でございますが、はい、午後1時から行いと呼ばれる結願法要を営まれます。これには道士らが秘仏の十一面観音堂さんを収めた厨子の前で、体を地面に打ちつける五体投地、また般若心経を唱えながら本尊の厨子の周りを力強く打つ細抜き乱打、そして太鼓やほら貝が激しく鳴り響く中、火天と水天の連行衆により保密教の儀式荒行脱胆行法が厳かに繰り広げられます。火天は枝についた松明を振り回して穢れを焼き潰し、相対する水天は水を巻き突き止めます。この荒行によって春の女神は眠りから目覚め、伊賀神に春が訪れとされております。なるほど。ということはその春を呼ぶ法要と言われているわけなんですね、はい、なるほど。今脱胆というお話出ましたですけど、脱胆と言いますと奈良東大寺の二発堂でもね、はい、耳にしたことありますけれども、脱胆行法って今奈良で行われているんですが、まあ、奈良のとこは、まあ、なかなか音だけで、ね、はい、見えないんですが、まあ正月につきましては、はい、まあ、目の前で厨子の前でもう五体投地されます。へえ、じゃあそういったところもまあ見どころの一つかなというところですよね。はい、友屋さん方は何組ぐらいいらっしゃるんですか。7組で、はい、いつも何人ぐらいの方が。大体1組で大体2、30人、多いところで30人。ほう、でもそれは世代問わず皆さん、ね、もう若い子から年寄りまで全て。あ、そうですか。へえ。で、その11日と12日の2日間にわたってこれが行われるということなんですね。はい、で、11日は祝日になりまして火曜日ですけれども、はい、で12日は平日水曜日ということ で、はい、で場所は伊賀市の島ヶ原の、官房大臣の正月堂というですね。はい、そうです。はい、なるほどね。毎年たくさんの方いらっしゃると思うんですけど、結構なんか人数の方いらっしゃお見えなんでしょうかね。まあ1200人ぐらいお見えになります。ああ、そうですか。へえ。で、その掛け声もなんかいろいろと。その江藤江藤という掛け声ですけども、はい、うん、まあもとははっきりしないんですけども、まあ江藤にちなんだ江藤という掛け声かなと思っております。はい、なるほどね。そうですか。
で、まあ、この2月に行われるということで、まあ、例年ですと寒い時期だと思うんですけど、今年は、まあ、あの、ね、暖かい方を願っております、うん、まあ、いつもね、あの、餌食になると雪がばらついたり、まあ、積もった時もありました、はい、そうですか、わかりました。そしたら、この2月に行われます、官房大臣正月堂収賞へですね、今一度簡単に詳しく教えていただけますか。はい、はい、まあ、あの11日には、はい、あの代表会食といいまして、大きなお餅を持って、あの本堂へお供えする、あの代表練りも込みといいます、はい、それが、まあ、2時間ほどかけた行事が行われます、うん、それも先ほど言いました7つの当屋さん、1つの、はい、方が7つあります、うん、その方たちが練り込んでいただきます、はい、それを見ていただくのが一つの行為でございます、はい、それから12日でございますが、うん、本堂の中で厨子の前におきまして、脱炭業法と、またあの家庭水天の業法が行われます。なるほど。じゃあその模様を一度ね拝見したいなという方は、2月の11日は、午後2時までに、2月の12日の日は1時から2時まで、約1時間の行でございますが。なるほど、はい、12日は何時ぐらいに？12日は3時ぐらいに、はい、あの上がります。あ、そうなんですね、はい、分かりました。場所は、東の島ヶ原ですね。はい、そうです、はい、あのお車などその移動手段といいますか、移動手段、まあ、あの、ね、JR 関西本線島ヶ原駅で、うん、下車していただきましたら、はい、まあ、あの三重交通バスが定期便として走っておりますが、ええ、まあ、時間につきましては、はい、まあ、三重交通バスの方へ聞いていただければ分かると思いますが、うん、はいはい、なるほど。駅から歩いて何分ですかね。駅から歩いて15分から20分かかります。そのぐらいだったらもう全然歩けますね、はい、そうですか、分かりました。駐車場などは、駐車場は、まあ、ええ、あまり広くはないんですが、はい、まあ、あの数台、まあ、まず、あの止められるところがあります。あの指導でございますので、うんうんうん、止められると思います。なるほど、わかりました。では最後になりますけれども、今その番組をね聞いてくださっている方にメッセージをお願いできますでしょうか。はい、島川の地で、ご先祖様から大切に受け継がれてきた伝統行事、主将へ、この行事を若い世代の方々にももっと知っていただき、後世に残していきたいと思っております。ご自由に参拝していただきますので、ご家族おそれでお参りください。はい、ありがとうございます。詳しいお問い合わせ先などは、官房大臣の正月堂まで、はい、社務所までお電話いただいて、社務所、電話番号は、はい、0595593080、または2009番に、問い合わせてください。なるほど。0595593080、もしくは0595592009の方へお問い合わせいただければと思います。さて、ここまでは2月11日12日に行われます、伊賀市島ヶ原の官房大臣正月堂主将へについてお話をいただきました。ありがとうございました。どうもありがとうございました。